はい、皆さんこんにちは。みなです。さかです。エルティブログです。はい、ということで今日はですね、皆さんにエルティブログのことをもう少し知ってもらおうということで、100個の質問に答えていきます。50個じゃないの？まあ50個だね。50個ずつなので100個。そういうこと。そういう、まあ、あんまり細かいことは気にせずに2人の答えを合わせると100個の答えになります。あ、そうです。だから100個の質問じゃなくて100個の答えという。細かい女なんだよはい、行きます。スタートします。出身はどこですか？ドイツのミュンヘンです。日本の愛知県です。それだけ？出身の町とか言わなくていいの？ドイツのババリアですと一緒だよ。細かい女ですね。はい、わかりました。次に行きます。はい、行きます。何歳ですか？28歳です。28歳です。身長は160センチ。180センチです。そう、差が20センチぐらいでちょうどいい。でもあれだよね、動画撮ってるとレナのよくないかもしれない。レナの顔が右端にこうちょこんってなってる時はあります。あ、よくある。血液型は？わかりません。え、わかんない。どういうこと？わからない人もいる。外国人ってあれだよね、血液型知らない人いっぱいいるよね。はい、誰も知って誰も興味ない。僕は A 型です。家族構成は？お父さん、お母さん、お兄ちゃん。同じく。お父さん、お母さん、3つ上のお兄ちゃん。趣味は？ネットフリックス、携帯ゲーム、本を読むこと。はい、スノーボードです。好きな色は？青。黒。好きな食べ物は？お寿司。ちなみにお寿司の何のネタが好き？いろいろある。エビとかサーモン、キュウリがめっちゃ好き。あと日本にないアボカドの寿司が大好き。はい、僕はグラタンです。そうだね、グラタン超好き。はい、嫌いな食べ物は？ナス。パクチー。そうだね。好きなお酒は？日本酒、じゃなくて梅酒。ビールです。好きなアイスは？ハーゲンダッツのマカダミアナッツ。うまい。それから抹茶ソフト。僕はラムレーズンチョコレートのラミーです。これアイスじゃないけどラミー。これを冷凍したら美味しい。あ、そっか、これ普通の人は冷凍しないのかな。そうだね。いつもこれを買ってきて冷凍庫に入れてカチカチにして食べる、はい、めっちゃ美味しいラミー、はい、好きなスポーツは？ヨガかな。バレーボールです。学校で一番好きな科目は？何だったでしょうね。なかった科目英語です。学校で一番嫌いな科目は？数学。国語。嘘、日本語下手だったの？そう、めっちゃ下手だった。今も下手じゃん。ドイツ語あんまり上手。国語のテストで俺平均点以上取ったとこあんまないと思う。はい、一番好きな季節は？夏。冬合わないね。合わない。好きな日本語は？元気。努力。好きな国は？わかんない。日本かな。日本です。好きな映画は？映画じゃないけどシャーロックが好き。あとゲームオブスローンズ、それも映画じゃなくてドラマ。私が映画よりドラマが好き。僕はハングオーバーです。そうだね、ハングオーバー1、2、3。何にも面白くないのに。いや面白いじゃん。あれがやばいね。もう10回以上見てると思う。うん、100回ぐらい好きな本は？ハリーポッター。好きだね。最近もまた読んでるね。はい、また読んでる。はい、これ読んでます。見て、こんな分厚いんだよ。やばいでしょ。僕は好きな本はないです。読まないです。そうだね、読まない。本は読まない。眠くなっちゃう、すぐ。パン派、ご飯派？全般的にだったら日本の白いご飯が好きです。ライスでも朝ご飯にはパンがいい。はい、僕はご飯です。うどん派、ラーメン派、そば派？うどん。うどん。あ、一緒。おー、当たった。よかった。1個だけ一緒。朝型、夜型？あ、どっちかというと朝型かな。僕は完璧なる夜型です。お金、それとも愛？タカがいるからお金かな。どういう意味？もう愛はまあまああるからお金が欲しい今のところ。お金です。お金が欲しい。タカ。都会派、田舎派？バランスが大事だと思う。東京は嫌いだけど、めちゃくちゃ田舎もいたらちょうどいい街の。僕は田舎派かな。都会か田舎って言ったら田舎かな。生まれ育ったのが、まあ、田舎なの。あれ田舎じゃないよ。まあ、レナの暮らしたところは一番田舎かな。あの牧場があってね。コーヒーの飲み方は？ミルクと砂糖いっぱい入れてコーヒーの味を隠して
コーヒー飲んでるんで。はい、カフェオレです。得意料理はタイカレーかな。あー、タイカレーうまいね。はい、僕はリンゴの皮むき。唯一出ないよりうまくできるのがリンゴの皮むき。欲しい特殊能力はこれは空を飛ぶこと、自由に移動したい。私は空を飛びたいよ。スーパーパワー的なことだ。そう、スーパーパワー。スーパーパワーだったらみたいな。はい、ドイツと日本どっちが好き。日本に住んでるから日本かな。僕は日本です。住みたい国は、うん、日本が結構幸せだよ。南アフリカです。おお。明日旅行に行けるならどこに行きたい。バリのビーチにゆっくりして、その後でなんかいろいろプラプラしてすごい景色を見て、シュノーケリングして美味しいバリ料理を食べて、もうすぐに行けるよ。はい、僕はパタゴニア。ねえ、南米の一番下にあるパタゴニアに行ってみたい。世界一周中にね、ちょっと季節の問題で行けなかったんだよね。だからパタゴニアに行ってみたい。今まで何カ国に行ったことありますか。49個。はい、僕は約60カ国ぐらいです。ちなみに一緒に世界一周で行った国の数は35個。あ、そうだね、35カ国、1年間で世界一周しました。はい、もう一つ言語が話せるなら何語が話したいですか。スペイン語。スペイン語を喋れるようになりたい。もうずっと喋れるようになりたいけど、なかなか私の頭に入ってくれない。僕はドイツ語です。そうだね、もうちょっと。明日死ぬとしたら何をしますか。いっぱい食べる。いろいろ食べる。好きなもの全部食べる。僕は寝ます。最後に何か寝れるでしょ。いや、最後に悪がきするのはよくないから、ベッドで気持ちよく寝る。後悔したことはありますか。あまりないかも。はい、僕もないです。今一番やりたいことは。今一番やりたいことは何でしょう。どこかで旅行したい。僕はスノーボードをしたい。外30度なんですけど。だから人生で一番辛かったことは。私の人生結構平和な人生なので辛いです。すごいね。まあ世界一周自体が辛かったかもしれない。ああ、なるほどね。良かったけど辛い。まあ俺も世界一周の中のナミビアでの1日2回のパンクかな。うわ、そうなんだ。あれは辛かった。精神的にも辛かった。あれは辛かった。いや、あれは二度とやりたくない。もう一回パンクしたら遭難してたからね。人生で一番面白かったことは。楽しい、面白い。思い出に残ってる？ボリビアのプロポーズかな。ああ、プロポーズ、うん、僕はデビルズプールかな。ビクトリアホールズのデビルズプール、ね、一番エキサイトした。エキサイティングだったね。人生で一番怖かった経験は。あのアフリカのヨハネスブルグで、うん、なかなかバスが来ない、どんどん暗くなる、危ないところに立って待ってる時はめっちゃ怖かった。確かに怖かったね。キドナップスされるんじゃないかっていう。誰かに。俺もそれかな。はい、子供の時の夢は。私は姫様になりたかった。プリンセス。ああ、レイナ。僕は大工さんになりたかったです。何、ね、カーペンター。嘘。そう、大工さんになりたかった。ずっと最初の子供は男の子、女の子、どっちがいいですか。女の子。男の子。 100% 女の子。じゃあ子供の名前をつけるなら何。エマ。なんで。ドイツ語にもある名前で、日本語にもある名前で。ああ、そっか、呼びやすいってことね。呼びやすい。もうエマはずっと前から好き。俺は男の子で、おたか。おたか。はい、宗教を信じてますか。信じてません。信じてません。生まれ変わるなら何になりたい。なんでしょう、猫かな。おお、俺鳥。いや、私は食べたり寝たり食べたり寝たりという生活がで、ソファーで動画をしながら。1億円もらったら何しますか。もう一回ちゃんと世界一周するかな。おー、似てる。お金を使ってちゃんと。俺は旅をし続ける。今一番買いたいものは。ドローンかな。俺は車。あー、そう。レンジローバーが欲しいです。よく使う携帯アプリは。 YouTube スタジオ。YouTube のアナリティクスが見れるアプリ、多分朝起きてとりあえずチェック、途中にチェック、
登録者が増えたかをコメントが来てるかチェックコメントを見て1日10、20回ぐらいチェックしてね。はい、僕はズームですそう、仕事でももう今テレワークになってるから、まあ、1日ずっとズームしてる、ずっとズームでテレビ会議やってますね。よく見る YouTuber は最近、まあ、カップル YouTuber とかが多いかな。ああ、そうだね。なんかリラックスできる、なんかゆったり見てて気持ちいいよ ね、 ね、うん、僕はバッファー翔太、今日本一周してコロナの影響で田舎暮らししてるんだけど日本人とスコットランド人のカップルで超面白い。はい、お互い好きなところは、タカが諦めないこと、ずっと続けてなんかにフォーカスしてずっとやり続ける。レナの好きなところは誰とでも仲良くなるところ、はい、お互い嫌いなところは、用事がある日にタカが起きてくれない、なかなか起きてくれない、あと10分、あと3分。はい、俺がレナの気になるところは、家中の至る所に髪の毛を落としていくこと落としてあの、コロコロやるとレナの髪の毛がめっちゃくっついてくるあれがわざと落としてないよラスト、あ、そうなの、最後に一言、皆さんにチャンネル登録者2万人になってめちゃくちゃ嬉しくてありがとうございます。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、てな感じで50個、多分50個いってると思う100個の答え、そうだね。この動画が面白かったなら高評価お願いします。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。